えー、お疲れ様ですお尋ねの点なんですけども本来ならねこの辺りでセルに入っていればベストタイミングで少なくともここまでの理覚はできたんでしょうけどもタイミングがずれた場合のことでしたよねだいたいねタイミングがずれた場合ってそうなんですよエントリーする時をためらってもしくは時間が合わなくって気がついたらあああの時にエントリーしておけばよかったみたいな、えー、ことになるんですよねそれがね とかくこのレンジオプションの時に起きがちなんですよ。レンジオプションの時って結局、あの、このポイントでセルでエントリーしておけば利益が生まれてる可能性非常に高いっていうのがこうやって振り返るとわかるんですよね。で、同じようにこのタイミングで倍を入れておけばこれまた大きな確率で利益が取れるかなっていうところが振り返ればね、自己解説として見て取れるんですよ。ですんでレンジオプションの今回のこの値幅ってのはほぼ間違いないんじゃないかなと思います。で、 今、あっと二重線になりましたけどね。このゾーンとも言えるところ。こ、あれすいません。基本的にね、ここに入ったらね、ここに入ったらセルなんですよ。で、ここに入ったらバイなんですよ。ね、この厚みのあるここら辺ですけどもね。で、大体この厚みがレンジオプションのレンジを決めた線から上下、 まあ5ピップスから10ピップスぐらいなんですよ。ですんで、上下に5ピップスから10ピップスってことは、結局ね、10ピップスから20ピップスの幅で、大体ここをエントリーするポイントというのが出てくるんですよね。あとは、あの、まあ勇気も必要ですし、精神力ね。それから、経験に裏打ちされた、ここならセルで入っても多少遅れても大丈夫って思えるところかなんて。 かなんですよだから多少は経験がものを言うんですけども理屈だけ言えばだいたい今ね上と下に矢印書きましたこれとこれここでそれぞれ入ってればほぼ利益でしょということはここからがいただいたご質問なんですけどもタイミングがずれて今値段が戻ってきてますよねで147円の450あたりで上のレンジの線を抵抗帯を引いてる もしくは、あの、上帝ってものを決めてるとしたら、そうですね、450から10ピップス離れて350ぐらいまで戻ってきたら、セルでエントリーって考えてもいいんだと思います。えっ、ー、と、下も同じですけどね、えー、混乱するんでちょっとあんまり長いことは言いませんけども。で、繰り返しますけども、今、あの、見ていると、147の417で上帝を引いてるってことはね、これ、317あたりから、 417あたりまでのゾーンっていうことになると思いますよね。だからここに入ったらセルでエントリーっていうふうに決めていくってことになります。これはね、あくまでも決めるんですよ。いつもそういうふうに決めていって、当たりがついてるかどうかっていうふうな経験則を集めなくてはいけないんですよね。で、私の場合も同じで、いつもお話ししてるのは、とにかくね、うまくいかないこともあるんだけども、勝ち越してる方法,方法だから使ってるんですよ。ですんで、 二回か三回やったら、確かにね、その二回か三回、両方ともがうまくいかなくなる時はあるんですけども、そういう、うまだね、えー、レベルの時は、まだデモとか昇格でやるしかないんですよ。で、だんだん、できれば記録を取ってもらいたいんですけども、記録を取って、今の自分の決め事の中では、勝ち越しが出てるなと思ったら、その時に昇格のエントリーから始めていくって感じです。えいたいね、やっぱりこう、数回月とか、まあ、 一年とかって言ったらね、一年間ずっと毎日できるわけではないと思いますけども、週に一回エントリーする、まあ、つまり毎週水曜日にトレードを必ずするよって決めてる方でしたら、まあ、少なくとも半年間、つまり20回ぐらいトレードしないと、記録という記録は取れないと思います。ですんで、理屈は確かにね、上級者の方とか、今までずっと過去のチャートを検証してる方がね、出すんですけども、実際にそういったノウハウとね、 自分が実践するときの精神力って随分違うと思うんですよ。うん。まあだからね、まあこの辺にしときましょうか。長くなるんでね。えー、繰り返しますけども、今引いてるようなゾーン、えー、タイミングがずれた場合は、このゾーンに戻ってきたらセルを入れてください。そんなところですね。で、あと価格ですけども、今ね、147円の417っていう状態をもし決めてるんだとしたら、ここから、 下に10ピップスぐらいが妥当だと思います。だから147の417、あ、317か。317から147の417までの10ピップスの間に入った時にセルを入れると一番タイミングがいいんじゃないかなと思いますね。うん、で、それがレンジオプシプンの攻め方ですから。はい、ちょっと5分になっちゃいましたけどもね。いかがだったでしょうか。再度ね、わかりにくかったら再度お説明しますので、何度でもここはね、あの、トライしてみてください。トライっていうかね、あの、お尋ねください。 何度もやり取りしないと染み付かないんで、その辺私はサポート徹底的にしますので、よろしくお願いします。